ちゃこんにちは。さあ豊さんね、なんか平泳ぎをしてますけれども、はいね、今日ちょっとなんか緩い感じで、そうか、はい、動画ちょっとご覧になってる方見てほしいんですけれども、この前美容院行ったんだよ、久しぶりに。久しぶりに、もう三十数年ぶりに。え、それまでは美容室、はい、そのまでは床屋は行ったことあるよ、はい、でも美容室というさ、お行ったのも本当三十数年ぶりに行ってきたんだけど、うん、あ、ニューヘア変わりましたね。いや、まだまだ発展途上だから、この髪これから緊張しちゃってさ久々すぎて勝手が分かんないから。あ、座ってどうしていいかですよ、床屋とか行ったらさ、はい、その椅子でバーンってやって、うん、頭洗ってくれるじゃん、はい、美容室ってこちらですみたいな。そうですよ、わかんない、何がそうですよ、わかんねえって。あ、そっか、私は。いや、それで、いや、それで、はい、椅子に座って、はい、もうヘアマネキや、はいはい、カラー剤ですか、はい、はい、してたんだよ。おだから、それを洗い流すのをベタって寝たんだよ、うん、おっさん、この椅子についちゃってさ、あれや、つけちゃった、頭出さなかったんだよいや、どうかわかんない、勝手がわかんないから、おっさん、怒られるかなと思ったら、あ、こちらに汚れたんで、みたいな。あ、丁寧だなと思う。しかも美容室の今椅子ってすっごい座り心地とか寝心地いいじゃないですか。ああ、それとカット専門、うん、カラー専門、はいはい、そうです、話担当まで来てくれる。話担当っているんですかいたんだよ、何人野球好きのやつ。あ、じゃあ3人ついてたんですか。3人ついてやってた。お、気持ちいい時間、まあ、その動画は、はい、まあ、実は撮ってるんだけど、あ、セカンドチャンネルで分かりました、流すから。分かりました、それ楽しみにちょっとしといてほしいのと、はい、この前、うん、梶谷から電話あったんだ。はいはい、何かなと思って、うん、なんか悩み事かなと思ったら、うん、あ、元木さんに代わりますみたいな。え、元木みたいな、うんうん、椅子くださいみたいな。あ、椅子これあ、ね、ずっとこの番組で今年からジャイアンツもこの椅子を導入したんだよ、はい、あ、そうなんですね、うん、それで、はい、元木が俺と、うん、すごく関係性が強いということを知っていて、はい、ね、椅子どうかなりませんかっつって、はい、ああ、じゃあ電話してあげるって木村さんに言って、うん、社長ですね、木村さんか、社長ですよね、木村さんに電話してあげるっつったら、はい、わ、もう喜んでみたいな。え、もう即日ボーンと、あ、元木さんに送られてきたんですか。元木からの要望だったんだけどさ、はあ、なぜか2台ある。なんで。そしたら宮本にあげたって宮本コーチもあ、じゃあこの椅子に、うん、あれ、なんかそれもしかして、うん、元木さん、なんかインスタかな、あ、インスタに上げてくれた、あ、豊さんがの椅子ですか。そう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 、豊さんの椅子って言ったら変ですけど、そうそう、で、社長がちゃんと上げてくれて、ジャイアンツカラーのオレンジ、そう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 でしたよね、うん、用意してありますよ、みたいな。あら、太っ腹でしょ、なんかね、まあ、プレゼントしたという。そうですね、元木さんがなんか豊さんからいただきましたみたいな、プレゼントした、はい、本物載ってたんです。その裏には社長がいいですよ、みたいな、太っ腹でポンって、豊さん二つ返事でやってくれた、が買ったわけではなく、豊さんが、まあ、そこら辺はいいじゃない、一応言って、うん、俺が買ったことにしとくとかっこいいしさもう言っちゃってますけどね、ここで、ね、いや、買ってないね、開幕戦と、うん、なんかこのね、まあ、ベンチとか、ね、はい、椅子を使ってる、使うであろう球団も増えてくるかもしれないので、そのあたり注目すると、まあ、まあ、そこら辺もどういう椅子に座ってるのかって、はい、椅子ってやっぱ大切だしさ、これまた座り心地いいよ。いや、そうですよね、うん、それでね、なんかこう采配につながってくれたらいいですもんね、活性化されて体が、まあ、采配に、まあ、つながればいいな、座り心地でも大切ですよ、腰とか、まあね、はい、っていう、深掘りしていくね、お前私も欲しいなと思って、まあ、そうか、はい、一家に一台。じゃあ俺にお前頼まんか、すみません、お願いします、一家に一台まあ、今日はね、このゆるい感じから始まりましたけれども、はいはい、ちょっとゆるすぎるわね、まあまあいいや、まあ、こういう動画も見てくださいよね。そうなんですよ、はい、ちょっと久々にクイズ出したいなと、はい、私が豊さんにクイズを出したいなと、うん、仕返しに来たの。先日藤浪投手が開幕投手を9年目にして初めて務めることが発表されて、ね、開幕投手って、はい、そのチームのエースという、うん、まあ、中日がちょっと違うけどね、はい、やっぱエースはジャイアンツ戦に持っていくっていうような、はい、そんなおそらく思考だと思うんだけど、うん、まあ、福谷、はい、福谷には申し訳ないけど、やっぱ福谷を持ってきて大野を巨人戦に回す、もう巨人も引くというね、はい、与田監督やるやないかみたいな、
作戦に出ましたね。でもその中でもやっぱ各球団、はい、その年のローテーション、うん、はい、そのピッチャーを軸に回していこうというメンバーがずらっと並んだ、いわゆるだから、まあ、こういう風になってます。なんか開幕ちょっと待って、うん、こういう風になってますって、ここはここでそうで、デロップ流れるんだよ。なんか空白のところがありませんか。空白のところがあるんだよ。そうね、前も負けてないね。空白のところがあるんだよ。そらまだ DNA がね、はい、まあこの放送が、はい、動画が流れてる時は書き込みをしてるかもわからないけど、はい、まあ撮影してる段階ではまだ空白なんだよ、はい、それは DNA、 そうなんです。あ、苦しいな。そうですね、やっぱ焦ってると思うよ。それかひた隠しにしてるか、ギリギリまでですか。まあ選手のモチベーションとかさ、はい、そういうのを引っ張るために、うん、で浜口が手を挙げたでしょ、はい、開幕特集やりたいですみたいな、うん、でも大貫っていうのが勝ち頭でいて、はい、いや俺じゃないのって内面秘めてるかもかな、うん、いやいや平はいやいや密かに俺は狙ってるみたいな、そういうモチベーションを下げないために引っ張ってる可能性もある、はい、でも各球団 の、うん、あのオープニングピッチャーはこうなってるという、はい、11球団出揃ってるね。そうなんです。はい、そんな中でですね、いや、はい、その藤浪投手のニュースも入ってきて、はい、あ、私藤浪投手初めてだったんだって意外だったんですよ、うん、そこでですね、まあ、阪神もそうなんですけれども、うん、各球団のこれ2005年からの開幕投手、うん、ちょっと調べてみたんですけど、まあ、プロ野球の、ね、携わっている方たちならば多分これは、まあ、その年のエースだよね、はい、完全エースです。エース、エース。ということで豊さん、はい、まずは阪神からいきましょうか。そんな長いぞお前。いや、あの全球団は行きません、うん、あの主な球団行きます。そうか、あの豊さんが自信あるであろう球団をもう俺これ行けると言ったら、あのこの球団でって言ってくだされば行きますから。まず阪神から。なんで阪神から。藤浪投手が初だったの。俺クラブハウスでは、うん、豊さんって阪神に厳しくて、うん、阪神嫌いでしょって言われてんだ。そんなことないですよね。そんなことない、そんなことないんだけど、はい、そんなことないんだけど、そういうことだから、俺は知らないかもかな。逃げ道をまた作って。じゃあ2005年、はい、まあ、もう2021年はね、藤浪晋太郎投手で決まりましたけれども、2005年、さあ、2005年は。その遡ると誰がいたのかなって、時代がこういうふうに交差してるようなところがあるから、だからポッと浮かぶのは、うん、いいか。正解です、伊賀投手。伊賀、はい、うん、でヤンキースに行く前なんですよね。そうだろう。そうなんです、まだ2005年行ってなかったんです。だからそこが海外行ってんのか、はい、まだいたのかっていうのが定かじゃないから、はい、まあいいピッチャーだったな、はい、そして2006年、あれ知ってるか、はい、内川が何て言ったか。何ですか。伊賀のチェンジアップはすごく良かったって。おえ、どういう風に見えてたのって言ったら、はい、内川がどういう表現したと思う。投げた瞬間から糸を引っ張ってボールのスピードを緩めてんじゃないかなっていう、そのぐらいのチェンジアップだからなかなか来なかった。あ、そうなんですね。素晴らしかったって言ってたよ。あ、私はその投げる時の表情がすごく特徴的で、すごく覚えてます。どんな特徴なの。ちょっとやってみて真似してみるかって感じの何か感じの、はい、はい、次2006年、はい、さあ阪神誰でしょう。2006年、そこも行くの。そうです、ちょっと阪神はね遡っていきます。あ、そう、まあ薮はもう引退してるのか。薮投手はいないです。そうですね、はい、阪神誰がいたかねやっぱ阪神あんまり興味がない。井川でしょ、はい、その翌年もう一回井川投手です。あ、なんだそこかよでも外国人が多いんだよね阪神って、意外と。そうなんです。そうだろう。誰一番投げてるの外国人なんですよ開幕投手阪神は。バッキーじゃないの。え、バッキー。バッキーもいないでしょ、まあ、いないね、はい、キーヨとかみたいね昔それは俺らの時代。そうですよね。いや、じゃあだ外国人投手、外国人多いんだよこの投手一番投げてます。ちなみに。あ、そう、はい、誰でしょう。ほら、いたじゃないですか。え、ガイエル。いねえか。ですか、ですか、誰ですか。2019年もこの投手が務めましたよ。外国人だよ、ね、そうですよ。いや、イメージ的には外国人が。俺らもう年のせいか名前が出てこないんだよほら2000ね、そのだから去年か惜しまれつつ引退を発表されて、うん、ってなんか、ってなりましたよ。メッセンジャー。正解、メッセです。メッセ
か初めて投げたの2013年なんですけど、うん、そこから2014年は能見投手に1回変わるんですけど、15、16、17、18、19ずっとメッセ、うん、いやメッセンジャーは高めのストライクとボールの見極めがバッターとしては難しかったんだよ。だから、はい、DeNA 行った時もちろんメッセンジャーとは対戦してるけど、はい、ここの見極めはできないかって言ったら、うん、難しいって言ってた。低めはできるんだって。高めが、高めのストライクかボールかっていうその境のところに投げてくるんだよ、はい、高めを狙えっていうというふうに言うんだけど、はい、高めの見極めが難しかったの。ボールに力もあるし。そうそうそう、いやだからやっぱりねこれだけ開幕投手も務められるエースだったっていうことですもんね、はいはい、うん、あとどこのチームだったら言えるとかあります？まあ DeNA だな。まあそれはそうですよね、豊さん。じゃあ DeNA 行きましょう。でも分かんないじゃん。 DeNA 行きましょうよ。 DeNA2005 年、まあ三浦大輔だ。そうです、2005年から567が三浦大輔選手投手ですね、うん、じゃあ2008年、2008年、2009年も実は三浦投手に戻るんですけど、 その間ね2008年、一人いた。はい、います。この選手はですね、うん、どっかのチームから来た選手です。あ、小宮山？違います。違うか、もっと古いガクッと来てるからみんな古いな。小宮山俺と対戦してるから、いや古いな、随分な、まあ、パリーグにいましたね。もともとセリーグ、あれ元々工藤じゃないな、古いですね。あ、寺原。そうです、寺原投手です。そう、2008年。ああ、さあそして2009年もう一回三浦投手に戻って2010年、うん、外国人です。外国人、はい、はあ、はあ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 、ラから始まる。ソリアーノ違う全然違う全然違う全然違うよな。ラから始まります。そんなのいた、いましたよ。 DeNA ですよ。ラ、次、んです。ランバードランドルフ、ランドルフいたな、いたけどそんな活躍してないでしょこいつこの、そうですね、そんなやつを開幕投手にするからいけねえんだよ。この年シーズン2勝9敗、そうだろ、16試合どこ見てんだって話だよランドルフ投手でしたね、うん、さあその翌年2011年です。ただこの投手2勝11敗しかしてないですね、はい、あの高ってつくよな。つきますね、山がつきます。山か、どなたですか知らない俺も山本翔吾投手です。あ、山本翔吾か、左ピッチャーな。2勝11敗防御率 5.92。 なるほど。さあそして2012年です。高、あ、そうです、高がつく、そうです。高なんとかって、高鍋じゃないか、あれ豊さんこの時コーチでいますよ。九州学院の子なんだよ。高なんだったっけ、そこまでって出てこないですか、出てこない。高崎、あ、高崎だ、健太郎投手です。あ、そうです。こいつがさインサイドに投げると球速落ちるんだよ人がいいんだよ。あ、ぶつけちゃいけない、いけないって。あ、いい性格だったんですよね。内に早く外に遅くっていうのが基本なんだけどさ、はい、内に遅く外に早いって打たれんじゃねえかみたいなそうだったんです、ね、だから内側に投げて当ててもいいから思い切っていけって言ってんだけどさ、はい、なんか投げれなかったんだよ、ね、なんか投げられなかったで、ね、でも素質とすれば素晴らしいピッチャーだったけど、はい、ちょっと身長が足りなかったな。そうだったんですね、うん、さあ翌2013年です。三島、違います、三島じゃない、三島投手はその次の2014年です。あ、でも高崎でしょ。また違います。違うの、移籍というか他チームから来てますよ。もともとヤクルトでしたね。で最終的に巨人で終わったんじゃないですか。あ、藤井だ。そうです、藤井周吾投手です。はい、2013年、藤井使ったんだ。はい、豊子さんいましたよね。いたな、で覚えてないピッチャーのこと分かんない。野手は分かる、そうなんですね、うん、で2014年が三島投手、三島いいんじゃないかっつって使ったら、はい、いきなり満塁ホームラン打たれて、でその年西浦に、はい、でそう負け投手になってるんです。でその年コッパみじんになったから、そのシーズン8試合1勝2敗防御率 10.88 でした。そこ、はい、からね、中継ぎがいいんじゃないかっていうふうになりだしたんだ、三島が。そうなんですね。 それで今のチームまで上り詰めてるんですね。さあそして2015年です、うん、あれまだもういいんじゃないか、久保投手です。え、移籍ですよね、久保投手って阪神から。あ、久保ね、はい、はいはい、で2016年伊能投手、うん、で17、18がつい最近、あ、今のもね、え、あ、石田、そうです、石田投手で19年、20年と今永投手ということで、結構あ、まあ歴史を振り返ると面白いね。そうなんですよ、あ、まあね、全球団私今手元にあるんですけれども、うん、結構だから自分のひいきの
チームだったりとか忘れてたりもするんですかね、飛ばしてたりとか。いや忘れるな、開幕投手したからって、うん、ずっと名を残すっていうことないからね、まあ、そうですよね。そうそう、あと開幕投手をしたからといってそのシーズンじゃあ本当に活躍したのかするかどうかっていうのは、うん、まあ保証もないからさ、はい、まあ、だけど、うん、やっぱその年のエースというふうにローテーションを回していくよね、はい、そのピッチャーを軸にね、はい、やっぱりいいピッチャーが多いわ、やっぱ確かにね、うん、はい、で今年でもその開幕投手が出てるけど、もう本当各チームのエースだよね、はい、でまあ故障で出遅れたりだとか、うん、そのローテーションをずらして、うん、逆にジャイアンツ戦に持っていく中日なんていうのも素敵だしさ、うん、はい、それだけ福谷っていうのも信頼度が高くなった、うん、で千賀が出遅れた、石川になった、はい、ここら辺も新旧交代なのかっていうね、うん、のも楽しみだし、そうですね、うん、まあプロ野球はやっぱ面白いという、深掘りしていったらもっと面白い話があるという、ね、そうですね、だから開幕投手から見るそのチームのその年の戦略だったりとか、ね、とか、はい、チーム状態だとか、はい、まだ横浜出てない、ね、そうですよ、モチベーションを保たそうとしてるのか、はい、それとも力がなくて決めかねてるのか、ね、まあ、どっちかわからないけども、はい、ね、うん、まあ、面白いということで、はい、今日はちょっと開幕投手クイズでした、はい。